大先生ともにけなされて帰ってきたわけか。あざ笑うために呼ばれたんですよ。僕は太宰さんの文学が嫌いです。じゃあお前やってみろよ。やたらと死を匂わせる弱々しい文学が。小説家が作品で死にますとなるのは弱さです。分かんだ。俺のこと好きなんだよ。今も地獄を見てるか。地獄に落ちて書いてるか。私たちの死の魅力は誰にも分からないんです。本当に客の前で死んでみせる覚悟はあるんですか。先生やめてください。確かに次回こう聞きたい。べき神になった気分だ。いつもキリキリと踏みとどまって死なずに帰った。ああどうしよう。壊しなさい。私たちを壊す、壊す。死の匂いでどれだけ客の気を引いても、みんなあなたがどうくたばるかにしか興味を持ちません。みんなはね、どっか山にでもこもれって言うんだ。このまま東京にいたら本当に死んでしまう。しがらみ全部断ち切って体直して家庭に戻れって。